僕 EST マン、私サステナちゃん。今回はみんながいつも楽しみにしている給食のお話だよ。給食が EST とどうつながっているの？その答えを見つけに行くよ。ここは岡山市北区にある啓明小学校。給食の準備をしている時間だよ。みんな楽しそうね。今日の給食はかやくうどんに啓明小のゴーヤマフィン。啓明小学校では毎年緑のカーテンとしてゴーヤを育てているんだ。今年からゴーヤの実を収穫して給食の食材として使うんだよ。うわ、おいしそう。もうゴーヤの味だ。自分たちで育てたゴーヤの味は頑張って作ったから美味しく感じました。涼しくなったし、自分たちで植えて育てたゴーヤが食べれるのがすごく良かったです。ゴーヤの献立を考えた中田さんにお話を聞いたよ。ゴーヤがカーテンになって涼しくなること、いろんなことを学んでいます。その上に美味しい食べ物になってるんだよっていうことも知ってほしくって、いろんな勉強がつながっていって、こういう食の体験をしてほしいと思ってゴーヤを食材に出しました。かやくうどんの具には地元で採れた野菜が使われているんだ。一つ目はマグラごぼう。普通のごぼうより柔らかく風味がいいんだ。地元福谷のマグラ地区で栽培されているのよ。二つ目は椎茸。学校近くの山の上地区で栽培されているのよ。地元で採れた食材がたくさん使われているのがいいよね。地域のものを使って子どもたちに提供しています。まあ、近いということでですね、まあ、車で運ぶのに、まあ、環境面で問題がないし、それからまあ旬のものを使えるということで啓明小学校非常にありがたいなというふうに感じています。ゴーヤは緑のカーテンとして涼しさを届けるだけではなく、美味しい料理の食材にもなるのね。地元で採れる食材を使うことは地域の人とのつながりもできるし、産地から私たちのところまで運んでくるエネルギーを少なくすることができるんだ。もっと地元の食材に目を向けたいね。そうだ、これって EST だね。 EST のいろんな情報はここに載ってるからアクセスしてみてね。岡山市では EST の世界会議が2014年10月と11月に開催されるのよ。合言葉は、 EST。